はい、どうも。おはこんばんにちはです。3104サトシです。今回も昆虫サレシやっていきたいと思いますですが、なんとね、大変なことになって、そうですね、昨日パート2、パート3を上げようと思ったんですけど、今夜ですね。皆さん知らないと思うんですけど、ここ開いたんですよ。鍵を使ってパイアンと勝負して鍵をもらって、そこでなんか行けない道が行けるようになったんですけど、パート2パート3がキャプチャーっていう、まあそのアプリの方は良かったんですよ。そっちは良かったんですけど、なんか YouTube の方で長すぎるから削除しましたってなって、マジかって。それでもいろいろ進んじゃってるんですよね。よし、おお、何ですかね、カブトムシ。カブトムシ取ったんですよ。これ本物のカブトムシですよ。いた。よし。カブトムシ。それでね、思い出したことがね、確かね、こっちの方にね、アイテムがあったような気がしたんだよね。どこだろう。超でっかいよね、気持ち悪い。何でやったんだ。なんか落ちてるっつってたよな。おった。よし、この博士のメガネを使うとすごいよね。なんか虫のいる場所が分かるんだって。ほら、この赤くなってなかった。あれ？あ、ほらほら、こういう感じなんだって。さっきの虫のとこね。これをね、有効活用してね、生きてなーって思ってます。よし、ダメだ、目痛い。ここじゃないよ。で、カブトムシを取ったからね、ちょっとゲームしようかなって。もうすでにゲームはやってるんだけど、あんまりいないな。よし、研究所前めっちゃいたらどうしよう。全然いないけど、鈴虫の声聞こえるけど。だからね、今回時間気にしてやりたいんです。10分ぐらいで終わらせたいんで、絶対終わんねえだろ。動画上げれねえわ。お、いた。ちっちゃいな。タマムシ。だから結構ね、いろんなもの取っちゃったんだよね。便利だな、やっぱり。おお、今知ったその機能。もっとちっちゃいからピンセットか。ホタルか。
いた？いる。交尾してる。入った。平家ボタル。だから今回はどっちかというと虫取りだけで終わるかな。あれ？俺さっきカブトムシやっつったな。うん。いる。飛んでんのか。ちっちゃいな。これもホタルじゃないのかな。ちょ、何ですか。あれ。あれ。あ、これカブトムシか。倒しちゃう。あんまでっかくねえよ。これすごいよね。こっちの方が大発見だと思うんだけど、俺的にね。あ、こっち何もなかった。なんかいる。でもいいや、帰るか。7分ぐらいだから、バトルやったら終わりたいと思います。帰りたいな。ホームシック。眼鏡してるけど全然わかんない。あ、なんだこれ。あ、戻ってきちゃった。もうどんくせな俺。よし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 。そしてセーブする時の日にちは、あのプレッツ本体のあの時間帯なんで気にしないでください。設定いじってないんで、多分昔のままだと思います。この歩くのに時間かかるもんな。寝て、でパヤンで勝負すれば大丈夫だ。よし。寝る。Yes。なんでこんな白い。よし、パヤンに勝負。起きてると早いな。5時だぞ。なんだその目は。いや、お前に言いたいよその目は。勝負するのか。なんでいや勝ってんの。やろう。よし、じゃあどれで勝負する。お前の好きなの選んでいいぞ。この押し相撲は多分虫同士、カブトムシ同士だから、このカブトムシでいきたいと思います。うん、相手強かったらどうして。うん、ちょ待って。ああ、よかった。こっちの方がでかかった。ちょっとクワだとかなんやね。え、
ばい、10分過ぎた。自分から逃げてくれる。え、こんな押し相撲でいいの。お、時間か。ん？こんな顔なの俺。説明書見てよ。あ、バツボタンで掴み、左スティック。いえ、頑張れ頑張れ、カブトムシ頑張れ頑張れ頑張れ、時間があるんだ、カブトムシ頑張れ。バツボタンで掴む左スティック、ちょ、早い。左右か、バツボタンで掴みたいけど、お、ちょ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 、あ、左右左スティックやな。よし、オッケーオッケー、ちょ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 、こっち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 、やばい、時間時間、ちょ待って、これ2勝しなきゃいけない。一勝ぐらいさせてやる。ちょ、早い。俺に一勝。よいしょ。いいね。やばい、持ってかれる。持ってかれる。時間も持ってかれる。じゃあ、これ、ここで一旦区切りたいと思います。ありがとうございました。